はいと今回はこれですねこの本をご紹介します。女は胆力ね肝の力肝というのは肝臓ですよねまあ昔というかね戦前戦中あの弾力というのがずいぶん言われましたあの精神力というかな。 まあ、あの昔のの、ね、考えのがが、ね、いいいことが多いんですよ例えばあの腹黒いとかね、まあ、腸のね腹を切るとか腹黒いとか、ね、これおそらくこの人間の,この思考というのは、ね、この腸とか小腸大腸で管理しているとあるは太陽神経層という非常に神経の張ったところでねそういう知恵があったんです。うん だからこの胆力という胆というのも肝だから肝が太いとかね、うん、肝が座っているあの人は肝が座っている人だと、うん、腹が座っていると思いますけどあのまあ昔の言葉だったりねあの確かなもんですよそういうあの体の臓器の活発な具合がその人の精神力に影響してくるということをまあ見抜いちゃってねはるか昔から、うん、使っておりました。 だから、えー、この題名は女の人は胆力であると要するにこう何て言うかな度胸というか勇気というかグッとこうねあの踏ん張る力というか精神力というかというような題名です。で書かれたのはねこの名前がまたすごいんですよこの先生は。園田天先生、ね、園田田天先生が 名字で名前が「天の光光」という「天光ってまああのいうねちょっと違う字書くんかな見えますよねあのマジックやってるではなくってえー、と「天光光光が2つあります天光光先生これは女の方でして女性でしてね、うん、これがね本名なんですよ 天江候候というのがあの、まあ、名字は結構して変わりましたね。うんえー、これあのー、園田素直という方が、まあ、見えまして、まあ、これ体重勝売れの方なんですけども、えー、結構上の方まで行った方かな、うん、厚生大臣外務大臣やった人官房長官もやられてね。うん そういう方です。そういう方のあのー、3番目の奥さんになった方ですね。そうだ、現行構生ですね。えっ、ー、と。この。視聴者の紹介というのを見ますとね。えっ、ー、とこれを見ますと、東京女子大学早稲田大学法学部卒業で。ね 1946年の戦後初の普通選挙、まあこの時から女の方も立候補できたということで、ね、から女の人も投票できるようになったんかな。まあそんな時代あったんですよ。女の人は立候補も投票もできない時代が、ほんのね、数十年前。うん、今じゃ考えられない恐ろしい時代ですけどね、考えてみれば。うん、で、普通選挙で当選と、この方もね、衆議院議員を3期、 務めた、うんでえー、っと1949年に、えー衆,議院議えー、衆議院議員であった園田素直さん直という字が書いて、ね、素直はね直線の直という字を書いて素直と言います。さんと結婚ということで、まあ、この方は残念ながら今お亡くなりになってるんですけど当時相当高齢まで生きられた方です。 あの動画もね YouTube にね若干残ってましたでやっぱりチャーミングな人も本当チャーミングなねいい人ですよあの見た感じで好ましいようなねそういうご婦人でしたあのそうでまあこのねこの本にはねあの旦那さんと結婚してからの政治活動とかその前の政治活動みたいなることが書いてありますま政治家の妻としてねどうやって自分がこういろんな関係となり。 あるいはあのここ一番出てとかグッと表に出て頑張ったかというようなそういうこと書いてありますねこの方の時代では当たり前だったかもしれないですけどこの本の特徴としてはこの旦那からの D.V. が書いてあるんですよ D.V. があの要するにこの旦那ねソルタスナオさんからの D.V. があったことはこの本に書いてありますうん、うん、まあ昔の男は ねえやっぱりすぐ手が出ちゃうしねちょっとまあ困ったもんですけど、はいまあ、私はしたことはありませんけどもね、はい、あのー、家庭内 DV というのはね、はい、やったことはありませんけども女房に対してはまあ今、あのー、ただ口で負けちゃうんでねどうしてもね。う まあやっぱうちの,あの私の周囲の人たちであの先輩の人たち話聞いたらねやっぱり何か時にちょっと話ちょこちょこと漏れ伝わってくる話で聞くとねなんかあんまり言うこと聞かねえからぶん殴ってやったら」なんて言ってえらいなんか自慢そうに言ってる人があのい,いましただけどまあそれはちょっとかわいそうだなという、まあ、私その奥さんもね結構喋って。 あのちょっと知ってるもんでね、あこんないい人をね、まあ仮にまあ見解したとしてもなあとまあ現行とはないにしてもまあこれとしても叩かれて殺しが大した姿は嫌だなと見たくないなっていう風にその時強く思ったことがあります。はい。でこういうこのこのキュートなこの先生は、まあ、動画があるんで一回見,見てください。あのおそらくこの天ソンド天行光という名前で。 あの検索したら画像も出るはずですこの先生が殴られてたっていうのはね僕あの自分もね聞いててちょっとねこ読んでてねこれこの本はねちょっとあああっとそのちょっと苦しかったですその部分はやっぱし、うん、あのー、やっぱりね毎々時代があの時代ですし当然の風になったんですけど、うん、やっぱり、あのー、DV のシーンはやっぱ悲しいですよね、うん、やっぱこれ見てても。 これ読んででても悲しいですでこの作生はね非常にねもう何て言うかなあの昔の女の人の典型で素晴らしい部分なんですけど、まあ、これを言うと今若い女性がもし見てたら非難されるんですがもう旦那さんを刺されてね自分は一歩身を引いてもう議員も辞めちゃってあとバックアップとあ,らあとはとかあと家庭のね あの子供の自分の家庭とかあの5歳とかそのこういうの3回目なんでねあのいろいろそういう方の面倒を見たりか家族一族の面倒を見たりとかねで自分はこうか必ず一歩引いてねやられる、うん。ただこういう方はね非常に人徳があるんでね自然に女の人も男もこの人の周りに集まってくるというかね、うん、力があるんんでこの人ずいぶね。 度胸と勇気があるんですよ。あのこれ読んでもらえばわかります。あんまり言うとこれあのまた売れなくなっちゃうと困るんで。うん、で、えっ、ー、と平凡社新書というところで出しています。あの値段は七百六十円でまあ高くないですから。一応二千八年の出版でして、これ私が買ったのは第二冊ということで、まあそれなりに当時売見たみたいな感じです。はい。あのご縁のある方は。 ぜひ読んでください女は短力園田天孝孝先生よろしくでは今回はこれでまた次回よろしくお願いします